それでは発表時間は30分となります。皆さん拍手でお迎えください。はい、初めての量子コンピューターということでですね、皆さん量子コンピューターってどのぐらいご存知でしょうか。ちょっと聞いてみたいと思います。量子コンピューター完全に理解したっていう人いないですね。よかった。クロート向けではないので、逆にいたらなんか全然面白くない話してしまいますので、量子コンピューターちょっと知っているって人います？おお、ちょっといますね。量子コンピューター名前だけは聞いたことあるなって人いますか？あ、それは圧倒的にもですね。量子コンピューター初めて聞いたって人います？それはいないということで、そうですね、量子コンピューター名前だけは聞いたことあるぐらいの人に向けて、今回量子コンピューターとは何なのか、またPythonとどういう関係があるのか、そういう話をできたらと思います。早速ですが自己紹介させてください。私は、IBM の東京基礎研究所というところで研究開発をやっております。で、 IBM クアントムという量子コンピューターの部署にいます。で、キスキットっていうのが、IBM が、主にやっている、オープンソースのソフトウェアなんですけれども、そのコアディベロッパーでもあります。で、またキスキットのアドボケートでもあります。また、趣味ですけど、ビールとか料理とかがコーヒーが好きです。で、旅行ですね、あんまりコロナになってから行けてないんですけれども、まあ、こうやって現地でカンファレンスできるようになってきたので、またいろいろ行けたらなというふうには思います。で、現地のカンファレンスが3年ぶりということで、ちょっとトークがうまくできるか不安なんですけど、よろしくお願いします。では早速目次を見ていきましょう。まず量子コンピューターとはそもそも何か、ソフトウェアどんなのがあるのか、でその応用はどんなのがあるのかっていうのをまず簡単に、量子コンピューターの紹介としてお話ししたいと思います。で、その後キスキットっていうさっき のオープンソースのソフトウェアですねを使った量子コンピューターのデモを見ていきたいと思います。で、最後キスキットアドボケートっていう、アドボケートプログラムがあるので、それとそのキャンプって言われているキスキットアドボケートメンターシッププログラムっていうのを今年の春にやりましたので、それについてご紹介できたらなと思います。では早速ですけれども、今年のノーベル物理学賞2022は何だったかご存知でしょうか。多分多くの人は日本人が受賞しませんでしたというニュースしか見ていないと思いますが、今年のノーベル賞ですね、量子界隈としてはすごく興味深い、ノーベル賞になりました。で、受賞者はアスペ、クラウザー、ザイリンガーの3人なんですけれども、彼らは何をやった人かっていうと、量子もつれっていうやつの、があるよってことを、実験的に示した人たちです。あとその理論を作ったり、それを量子情報の科学を、作っていった人たちです。で、量子もつれって何なのっていう話ですけど、そもそも量子って何なのっていうところに戻るべきですね。量子って何なのっていうと、量子っていうのはその皆さんを作っているようなその原子とか分子とか素粒子とか、そういったミクロな物質、ちっちゃい物質ですねは、量子物理学っていう物理学に、従っています。量子物理学によって皆さんはできているとも言えます。で、その量子物理学の世界では、やっぱりちっちゃい世界にはちっちゃい世界ならではの、物理が存在するんですね。で、その中の現象の一つが量子もつれというやつで、それは大きな世界には存在しないんですけれども、ちっちゃい世界ならでは、アスペは光、フォトン、光子ですね、光の粒々でその量子もつれの存在を示したんですけれども、そういうのがあるってことを見ました。で、ノーベル物理学賞について話すと多分1時間以上話せてしまうので、詳しくはですね、クアンタム東京っていう、団体がありまして、そこが主催する勉強会が10月の28日ですね、ノーベル賞解説をするので、こちらご覧いただければと思います。なんとかの回し物ではないですけどという表現ありますけど、僕はクアンタム東京の回し物ではありますので、回し物です。はい、ただ今回この時喋るのは私の同僚になりますので、すごい面白い感じで話してくれると思います。で、そんな量子もつれを使ったコンピューターが量子コンピューターなわけです。で、量子コンピューターとはそもそも何かを、話す前に、
そもそもコンピューター、この Mac とかですね、コンピューターとはそもそも何なのかを思い出してみましょう。コンピューターってビットを、情報処理の単位として使ってます。つまり0か1、まあ、ブーリアンですけど0か1の、データを、こういっぱい並べてですね、それを、操作して計算しているわけです。ウェブもそうですし、画像処理とか、まあ、機械学習もそうです。すべては0と1からなります。で、0と1があるだけじゃダメで、それを、まあ、当然操作しないといけないわけですね。でその操作を並べているのが、まあ古典論理回路っていうのになります。まあ、AND 操作であったりとか、XOR 操作であるというのがここに書かれています。でこういった操作をいろいろすることによって計算するというのが、まあ普通のコンピューターでした。じゃあ量子コンピューターってどんなのかっていうと、このビットの代わりに量子ビットというものを使います。で、量子ビットっていうのはもちろん古典のビットと同じくこの0と1っていうのはあるんですけれども、0と1の間みたいな状態を取ることができます。つまり、量子ビットから、で量子ビットこういう、状態の、絵を描いてみますと、こういう球体になります。でこの球体の中の、どっかの点を取ることができる、それが量子ビットというやつです。で、量子ビットこうなんていうんだろう、無限の自由度というか、いろんな座標ですね、球体の座標をいろんな方向で状態を指定することができるので、すごい無限の自由度があるように思うかもしれないですけれども、量子ビットの情報を直接読み出すことは実はできないんですね。でこの赤い、右側の量子回路というやつ の赤い箱が見えると思いますけど、この赤い箱が、測定と言われている操作になります。で測定っていうのをやると何が起こるかっていうと、量子ビットから古典ビットへの変換が行われます。つまりこういう球体の状態だったやつが、まあ、0または1にどっちかになります。で、0か1にこう最後変換することによって古典コンピューターでも扱えるような形式に持っていきます。でその中間で量子ビットをこういろんな、さっきと AND とか、XOR が古典にあったのように量子ビットにもいろんな操作があります。この絵だ と、左から右へこう流れていくんですけれども、なんか白丸と青丸があるやつがあったり、青い四角で H って書いてるやつがあります。で一つの、量子ゲートの、H とかですよやつはこの左側の量子ビットをくるって回転させるようなものになってます。でどんな、回転のさせ方をするのか、回転の軸はどこか、何度回すのかみたいな、そういうの情報が、まあ、入っていますね。で、もう一個の白丸と青丸のやつですね、このやつは、C ノットっていう、まあ、操作なんです。制御ノットって言われてるやつなんですけど、上の白い方が0の時は、下の方には何もしない、上の、白い方が1の時は、白い方のビットが1の時は青い方の、ビットを反転させるっていうような、操作になってます。まあ、こういうようなそのいろんな操作をですね、古典は、まあ、AND OR XOR なんですかね、まあ、それぐらいそんな種類はないですけど、量子ビットは自由度でかいのでいろんな操作があります。でこのいろんな操作を組み合わせて、計算を行います。で量子コンピューターってどういうものかというと、まあ、いろんな、実装方法はあるんですけれども、まあ、例えば一つは、超伝導の量子コンピューターというものがあります。で、右のこの絵が量子コンピューターで、まあ、割とでかいです。でなんでこのでかいこの円筒みたいな筒は何なのかというと、冷凍機ですね。超伝導ってリニアモーターカーとかにも使われてますけど、まあ、冷やさないといけないんで、その冷やすための冷凍機があります。で実は量子コンピューターのチップはそんなに大きくはないんですね。その中に入っているちっちゃなチップを、使っています。で、まあ、言いたいのは量子コンピューターはでかいんですよ。だからパソコンみたいに持ち歩けることは決してないんです。なのでやっぱりそのクラウドとかスーパーコンピューターみたいな形で皆さんのこのパソコンからなんかこんな、量子計算してくださいってジョブを投げて、でそのジョブを受け取って量子コンピューターで処理してその結果を返すみたいな感じの、ワークフローになります。で量子コンピューター、無料のものも、ありますし有料のものもありますが、
まあ、量子コンピューター使うのって結構、まあ、コストが高かったりはします、まあ、お金の意味でのコストが高いケースもありますし、無料のものであってもやっぱり、いっぱいジョブが並んでいて待ち時間が長かったりするケースがあります。なので、みんな量子コンピューターに投げていろいろその実験したりしてるのかっていうとそういうことではなくて、まあ、シミュレーターを使うこともあります。でシミュレーターというのは、まあ、量子コンピューターの挙動をシミュレートするものですね。で、まあ、いろんな形で、ジョブを投げたりしています。量子コンピューターはそういうものですと。で、あれ？あ、いけた。はい。で、じゃあ量子コンピューター、まあなんとなくよくわからんものですけども、イメージがついたところで、ソフトウェアどんなのがあるか見ていきましょう。はい。さっき紹介したキスキットもそうですが、いろんな会社、いろんなものを出しています。さあ一番上はキスキットですけど、2番目サークですね。これは、Google さんが出している量子コンピューターですの、あ、ごめん、量子コンピューターのソフトウェアです。で、クアンタムディベロップメントキット QDK というやつは、リポジトリの URL を見ても分かるように、マイクロソフトさんが出しているやつですね。で、ペニーレーンというのもあったり、キューラックスというのが、日本のスタートアップであるクナシスという会社が出している高速なシミュレーターです。で、はい、シミュレーターなのでやっぱり速さを求められるので C++ で裏側は書かれてたりしますが、まあ、Python の API は持ってます。あと最近の言語で Julia があったりとか、あと Kipper っていうハスケルを使ったものはあったりします。で、TensorFlow コアとまた Google に戻ってきますが、TensorFlow と連携するような量子機械学習向けのライブラリもあったりします。で、こう見てみますとやっぱり Python が多いですね。Python、やっぱり機械学習で多分 Python が使われている理由に近いとは思うんですけど、 Python の、ライブラリを提供してその研究者開発者はこう Python から量子コンピューターを利用するっていうケースが多そうです。で、Qiskit は C++ と Rust が他に入ってますけど、 C++ は、まあ、シミュレーター用の、高速なシミュレーター用に使われています。で、 Rust はちょっと前から入ったんですけれども、計算が、重いところに、ラストで高速化するみたいなのが入ってたりします。はい。まあ、ここで見てもらいたいのは Python 使ってるのは割と多いなっていうことです。じゃあ、量子コンピューター応用見ていきましょう。ここまで来たところでなんか球体を操作できることは分かったけど、量子コンピューターって何に使えるんって思った人多いでしょう。はい、量子コンピューターって何に使えるんっていうのに、述べていきますけど、まあ、まず率直に言うと量子コンピューターまだまだ黎明期です。普通のコンピューターでいうとパンチカードを使って計算してたりとか、なんだっけ、忘れちゃう、真空管使って計算してたりとか、まあ、そういった時代に近い存在です。なので今日明日何か のアプリに使えますよみたいな段階ではまだまだそういう段階ではないんです。ただ、量子コンピューターこんな領域に使えそうだなみたいな形で、まあ、いろんな領域に対して使えそうだな、使えるかな、どうかなということで、まあ、研究してみたり開発してみたり、そういったことをやっております。IBM に限らず Google さんとか Microsoft さん、 Amazon さんとか、まあ、いろんな会社がこう投資していると思いますけれども、それは、何に使えるのかを知りたい。で、それを使えるところを把握していち早くこう取っていきたいというのを狙っているんだと思います。で、そういう意味では研究者がな使えそうだなって考えている領域がこちらです。量子系のシミュレーションですね。さっき言ったようにその原子とか物理とかそういったちっちゃいミクロな世界っていうやつは、量子物理学によってその法則が書かれてるわけですね。で、その量子物理学で書かれたシステムをシミュレートするにはやっぱり同じく量子で、動作する量子コンピューターが向いているだろうと考えられています。で、量子科学とか材料科学、また高エネルギー物理学、セルンみたいなその円形の加速器で粒子ぶつけてるやつ、ああいうの
の、シミュレーションに使えるんじゃないかとか、 AI 機械学習の分野では、まあ、いろいろ量子で、やることができるんじゃないかとか、最適化モンテカルの分野でもいろいろある考えられています。ですいません、一部英語って言ってたのこの引用部分だったりするんですけど、ファインマンっていうすごい物理学者はこう言いましたと、量子自然を示す自然っていうのは、まあ、量子物理学古典じゃないと、量子物理学で書かれているんだと。だから、自然をシミュレートしたかったら古典コンピューターでシミュレートするんじゃなくて、まあ、量子コンピューターでシミュレートするのがいいだろうということを言っています。でやっぱりそれはそうで、まあ、いろいろその理論的な裏付けはあるんですけども、量子コンピューターの応用としては、自然のシミュレーション自然科学のシミュレーションというのがいいだろうというのがあります。でエネルギーの期待値の計算、なんか これは、カフェインかカフェインの分子ですけれども、そのエネルギーの期待値計算をしたりとか、あと時間発展ですね、その時間が過ぎていくとこうどういうふうに、分子とか原子の状態が変化していくのかっていうのをシミュレーションするのに向いているだろうというふうに思われています。で最適化ですと、巡回セールスマン問題とか最大カット問題といった問題を解くことはできます。ここで注意したいのは、ちょっとごめんなさい専門的な言葉になってしまうかもしれないですけど、巡回セールスマン問題のような NP 完全と言われている要するにコンピューターでめっちゃ難しいクラスの、問題を、厳密に、多項式時間で解ける、量子コンピューターで解けるって思っている人は、いません。普通はいません。やっぱり量子コンピューターでもこの古典 の普通のコンピューターで難しいやつは難しいそうだろうと、つまり解けなさそうだっていうのが、まあ、いろんな証拠が積み重なってきています。まあ、そんな中でもその厳密じゃなくても近似解が得られるやってみたりとか、しているという状況です。で循環セールスマン問題でしたらそのコスト関数ですね、そのセールスマンが、各都市を移動していって、その、移動の距離を最小にしたいんですね。あんまいろんなとこ行くのめんどくさいので、移動距離を最小にするにはどうしたらいいのかっていうのが、巡回セールスマン問題なんですけれども、コスト関数というのはこの期待値って言われるもので表されています。まあ、期待値一つのキーワードになりますので、なんかよくわからんけど期待値っていうので表されるんだなって思っておいてください。で、量子コンピューターの機械学習、まあ、ちょっと駆け足にしますが、ニューラルネット、まあ、いろんなニューラルネットワーク、K-means、カーネル、法、サポートベクターマシン、GAN みたいなのがあります、に量子がついたものがあります。それなんか知ってるのに量子ついてんなみたいな感じですね。まあ、これもいろいろ調べられていると思います。で金融系統ですとポートフォリオ最適化とかヨートピアンコールオプションの計算に使えるぞっていうような研究があります。はい、まあでも明日じゃあ金融の業務やってるからポートフォリオ最適化に使ってみようかってなると、まあさすがにその実用的に使えるほどのもんではないですね。まだまだその量子コンピュータービット数もそんなにないですし、具体的に言うと量子ビットが数十か100ぐらい、 IBM でも127量子ビットが今出しているの最大なので、それだけしかないです。皆さんメモリが 4ギガのコンピューターとかを会社から配られたらちょっと嫌ですよね。それってギガなんですよ。桁ギガしかもバイトなんですよ。こっちビットですね。100ビットです。全然違うんです。使えるのが全然違います。また、ノイズも割と多いです。ただ、もう一個言いたいのは100量子、ビットのやつが、まあ、ノイズなく C にちゃんと動くんであれば、古典のコンピューターで例えばスパコンを使ってもシミュレートはできません。50ぐらいでできなくなってきますぐらい、量子コンピューターのは、まあ複雑なものです。で Qiskit というライブラリーのデモを見ていきましょう。あと10分ぐらいですかね。こうやって切り替えうまくいくのかな。ドン。お、ダメか。お、オチのスライドに行っちゃった。はい。量子回路っていうのをさっきそのなんか
操作を表したものって言ってたやつですねを見ていきましょう。ちょっとちっちゃくですかね。ちっちゃかったらよくないか、はい、か。もしどうしても見にくかったら YouTube で見てください。ごめんなさい。あ、でかくできるか、こうしたらいいんだ。キスキットクアンタムサーキットですね、はい。という感じで、まあ、普通に Python のコードにインポートします。でクアンタムサーキットというオブジェクトを作ります。で3と3を渡しています。この3は量子ビット、先の方が量子ビットの数、後の方が古典ビットの数です。まあ、ここ3量子ビットで3古典ビットのやつを、作ってます。で、サーキット H0 って書いてます。これは H という名前のゲートを0番目の量子ビットに作用させるという意味です。まあ、あの出来上がったその回路図を見ていただければ分かるかもしれないですけど、その0のところに H ってついてますね。これを指定しています。でサーキット CX っていうので、制御ノットですね、さっきの、ちっちゃい丸の方が0だったら何もしない、1だったら、下のプラスがついてる方を反転させるみたいなやつです。を0、1と1、2番に対してこう作用させましょうっていう感じに書いてます。で最後にメジャーですね、あの測定する、つまり、量子ビットから古典ビットに変換するっていうのがのあります。最後変換しないと古典コンピューターでは使えませんと。で、このクアンタムサーキットオブジェクトにはドローというメソッドが入っています。まあ、この通りですね、ドローしてくれます、絵を描いてくれます。で、まあ、アウトプットオプションいろいろあるんですけど、MPL っていうマットプロットリブを使ったドローアーが実はあって、マットプロットリブをこんな風に使うのはなかなか斬新な使い方かもしれないですけど、はい、マットプロットリブのドロワーがあります。まあ、こんな感じで表示してくれますと。でよいしょ、そうか、切り替え、すいません、切り替えが。で次サンプラープリミティブっていうのを見ていきます。プリミティブですね。プリミティブっていうのなんか聞いてみるとちょっとなんだろう、耳慣れないことかもしれないし、人によってはあのプリミティブ型っていうのとかあるので、そのなんとなくそのイメージあるかもしれないですね。プリミティブ型っていうのはその言語によって、まあ多分 Python だとプリミティブ型って言い方しないで組み込み型っていうかもしれないですけど、違うかもしれないですけど、あのプリミティブ型っていうその型からそのさらに複雑な型を作り上げていくみたいなイメージがあると思います。でプリミティブってここでの意味合いは量子アルゴリズムの計算の単位です。まあ最低限のサブルーティンみたいなやつです。で、量子アルゴリズムっていうのはまあ複雑なものですけど、このプリミティブってやつから組み上げられていきます。でまあ、プリミティブいろんな実装がありまして、 Python 用いたシミュレーターがあったり、バックエンド、まあ、例えば実機とかいうのをバックエンドって言ってます。でその、実機などを使ったプリミティブがあったり、あと C++ を使ったシミュレーターである Air のプリミティブがあったり、ランタイムサーバーですね、これちょっと複雑ですけど、バックエンド、あの実機に投げる前に、このコンピューターから直接実機に行ってもいいんですけれども、一段間にサーバーを挟むことがあります。なんで挟むかっていうと、あのより複雑な処理とかをするために間があると便利だからです。で、あの例えば、さっき言ったようにノイズがあってそのエラーが多い量子コンピューターをなるべくエラーを緩和させて使いたいとかいうときに、ランタイムサーバーのエラーを緩和する機能とかを使うと、まあ、あのエラーを抑えることができます。で、これら同じインターフェースで使うことができますと。で現在プリミティブはサンプラーとエスティメーターの2種類があります。ではサンプラーのプリミティブを見ていきましょうと。でサンプラーのプリミティブって言ってるのは何か、というと、この量子回路というやつを確率分布に変換するやつです。なんで確率分布出てくるのかと思うと思いますが、量子回路というやつ、最後この測定をすると0か1になるということを言いました。つまり0か1 の, そのビットストリングになるんですね。ただ、あの量子ビットって0と1の間の状態を取ることができるせいで、実行するたびに、結果が変わります。でそれを何度も何度も実行してやるとこういった確率分布が得られます。この回路だったら本来は000と111が 50%50% で出るような回路なんですね。ただまああと実機がエラーがあったりするね、これはノイズモデルを使ってシミュレーションしてるやつですけど、まあこういう感じで 50%50% にはならないっていうことは起こります。はい。
で、サンプラープリミティブのデモを見てみますと、まあ、すごく簡単です。サンプラーというデバイスを間違えた。サンプラーという、インスタンスを作って、ランっていうメソッドにさっきのクアンタムサーキットオブジェクトを渡してやると。で、これフューチャーオブジェクト返すので、まあ、リザルトってやつでメソッドを呼ぶと最後リザルトが得られます。で、プロットヒストグラムという、まあ、こういう関数がありまして、まあ、いい感じにプロットしてくれます。で、これは、実機じゃなくて Python を使ったシミュレーターです。まあ、Python といっても具体的には NumPy 使ったシミュレーターです。なので、そう、理想的な結果 50% で 000、 50% で111が出ていますね。で、エスティメータープリミティブっていうのがあります。こちらは、期待値の計算を行うものです。先ほど何度か期待値っていうのを言っていたように言っていましたが、例えば分子のエネルギー、カフェインのこの分子のエネルギーなんぼだろうとか、あと最適化問題におけるコスト、例えば巡回セールス問題だったら、まあ、問題だったらそのセールスマンがその回る都市の距離の、距離ですね、こういったコスト感を、計算するのが、エスティメータープリミティブというやつです。で、ちょっと簡単な例にしてしまいますけども、ファンタムサーキット1個だけ大きくしたいな、無理か。エスティメータープリミティブの、例ですと、難しいですね。はい、一つ X っていうのを、使います。で、まあ、適当なクアンタムサーキットってやつを作りました。で、 Z っていう、これまた、まあ、特殊なコスト関数ですね。まあ、X とか Y とか Z とかあるんですけども、まあ、それを置いておきます。で、エスティメーターっていうのはその期待値っていうやつを計算してくれるというやつです。まあ、ちょっとこれでは何のことやらとわからんと思いますので、もうちょっと、次の例を見てみましょう。もうちょっとだけイメージしやすくなるかもと知れません。ダメだ、切り替えが、ほい。で、量子アルゴリズム、今日紹介するアルゴリズム一つだけです。バリエーショナルクアンタムアイゲンソルバー VQE というやつです。で、 VQE っていうのはエネルギーやコスト関数を最小にする状態を求めるアルゴリズムです。まあ、さっきの分子のエネルギーを最小にするその電子配置なんだろうとか、巡回セールスマンの問題だったらこのセールスマンの回り方、どんな回り方がいいだろうっていうのを、最小にするやつです。で、VQE というのは、まあ、さっきのエスティメーターっていうやつを渡してあげます。で、暗雑っていうのは、まあ、探索空間ですね。どういう空間を探索するかっていうのを渡します。で、オプティマイザーは、まあ、最適化をするときのオプティマイザー、まあ、これ古典のオプティマイザーです。で、このキュービットオペレーターのって書いて2個目のところで、コンピュートミニマムアイゲンバリューというところでキュービットオペレーターというのを渡しています。で、これキュービットオペレーターの作り方は、まあ、問題によってもちろんいろいろあります。で、この辺は問題、例えばその自然科学やりたいんだったら自然科学のドメイン知識がないとちょっと分かりにくいところですし、まあ、最適化やりたいなら最適化のドメイン知識がないとやっぱちょっと分かりにくいです。で、今回は、H2 っていう水素の、分子のエネルギーを表すオペレーターを渡しています。で、そのエネルギーの計算をしてみますと、で、このオペレーターって言ってるやつ実はスパースオペレーターなんですね。素行列ってやつなので、まあ、サイパイスパースを使って解くこともできて、まあ、割と近い計算結果が出ているということが分かります。さて、時間がないのでアドボケートの話を若干飛ばしますが、アドボケートになると、まあ、アドボケートっていうのがありまして、それになるとメンターシッププログラム、メンターついて、いろいろプロキスキットに貢献するみたいなことができたりします。で、オペレーターのプロジェクトいろいろやってもらいましたという話をいました。で、もう時間がないのでまとめます。量子コンピューターも Python ですと。 Python めっちゃ使われてます。で、勉強しながら OSS に参加する機会です。で、 Python としては、これからの点も結構多いです。じゃあ Python に詳しい皆さんは量子コンピューターに参戦するチャンスかもしれません。で、もし興味を持たれましたら、クアンタムチャレンジですね、来月11月に、
クアンタムチャレンジっていう量子コンピューターのプログラミングコンテストが、開かれる予定です。でこちらに参加してみると、あの結構プロコンっていうと難しそうですけれども、説明から細かく入ってますので、いろいろ、勉強しながら参戦することができます。また、キスキットスラックへの参加をしてみると、まあ、いろいろ質問できたりします。日本語チャンネルもありますので、ぜひご参加ください。まあ、さっき紹介したクアンタム東京主催の勉強会で量子コンピュータ勉強会いっぱいやっています。でキスキットテキストブックっていう、実行環境も、コードを実行しながら学べるようなテキストブックもあります。で最後いろいろ勉強したら OSS に貢献したり、またさっきのアドボケイトというやつになると、メンターについてもらって、いろいろオープンソース活動をすることができます。ということで、もしご興味持たれましたら、まあキスキットに参加するかの私の方までツイッターかスラックでなんか送ってもらえれば、いろいろ案内しますのでよろしくお願いします。ということで、ご清聴ありがとうございました。ご発表ありがとうございました。何か質問がある方はスライドに書き込みを行ってください。たくさんの質問が来ておりまして、すべて取り上げることができないかもしれないので、聞きたい質問があったらグッドボタンなどお願いします。現在スライドには、いくつか、たくさんの質問が上がっているんですけど、いいねがグッドボタン多い順に取り上げたいと思います。まず質問として、どのような計算括弧手法計算量だと量子コンピューターに見合う、わざわざ使う価値があるんでしょうかと、流体計算などはどうでしょうかとありますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。何に使えるのか、量子コンピューター使う価値があるのかって、それこそまさに我々が研究しているようなものなんですけれども、先ほど質問あった流体計算でありましたら、流体計算で量子コンピューター使ってみましたっていう研究もありますし、ありますので、いろいろそうですね、流体計算においてはどれぐらい使えるのかっていうのを調べられたりしています。で元で、流体計算差分方程式を解くとかでしたら、実はもともとポリでできたりするケースがあると思いますが、その場合はなかなかスピードアップは見込めないかもしれませんが、ポリノミアルでスピードアップするから、ラフな、設計に使おうかなみたいな風に考えている方もいると思います。あ、はい、ありがとうございます。続いて、将来量子コンピューターを使うユーザー目線としては、従来のコンピューターが計算に時間をかけていた関数が量子コンピューターを使うと効率よく終わるようになると思っておけば良いのでしょうか。そう、現状のクーダを使った GPU プログラミングのように特定分野の計算を高速に行える存在をイメージしています。まさしくそうで、量子コンピューターは何でも速くするということは決してなくて、特定の、分野におけるハードウェアアクセラレーターみたいな GPU みたいな存在になると思います。で、そうですね、量子コンピューターって平たく言うとすごいでかい行列を計算してくれるやつなんですね。ですごいでかい行列を計算するんですが、全てのエレメント行列要素に対してアクセスすることはできないので、測定時にいい感じの問題の対象性があったりして、そのいい感じに情報が取れる問題に限って高速化できるみたいな、そんな性質があります。ありがとうございます。続いて、量子コンピューターのメモリを増やすには具体的にどのような手順や技術などが必要なのでしょうかありますが、いかがでしょうか。なるほど。量子コンピューターのメモリを増やすには、もちろん量子ビット数を増やすこと、研究開発みんな頑張っているところではあります。で、今回飛ばしたスライドで開発ロードマップっていうのが IBM のロードマップがありまして、今2022年ここですね。で今はこれできたやつはこの緑マークついてるんですけど、127量子ビットのデバイスができています。でそれを増やしていて、今年の目標は、433量子ビットのデバイスを出すと。で、そのままその次の年で1000超えてますね、を出そうとしてますけれども、単純に一つのチップをでかくしていくっていうアプローチはもちろんありますが、そうじゃなくてこの下の方を見てみると、ちっちゃいチップ、133量子ビットのチップがいくつか並んでいる絵があります。
こいつですね、このヘロンっていう、で、あのちっちゃいチップをいっぱい並べて接続して使っていこう、そしたらその量子ビットの数は増えるよねっていう、そういうようなアプローチもいろいろ考えられています。なので量子ビットの増やし方っていうのは、まあいろいろ考えられているところであります。なるほど、ありがとうございます。たくさんの質問いただいておりまして、はい、続いて、量子コンピューターが得意な問題は確率が絡むもので、計算結果は取り得る状態の確率分布だと思っていたのですが、巡回セールスマン問題の計算結果はどのような表現となるのでしょうかとあります。いかがでしょうか。そうですね、確率分布があったときに、それに対してそのビットストリングごとにその確率があるわけですね。その確率分布、まあ、確率の A を出しておくか、これか、確率分布があったときに、その、この000とかその001とか、それに関してそれぞれ、重みを持って足し合わせたものっていうのが期待値っていうやつなんですね。で、巡回セールス問題の場合は、同じくで、その確率分布が、歩き方ですねを表現していて、その歩き方に対してその都市ごとのその移動、都市間の移動距離を重みにして、その足し合わせて、期待値っていう値を計算する。で、期待値っていう値を、まあ、ちっちゃくするような歩き方ってどんな歩き方なのっていうのを考えるっていうのが、さっきの巡回セールス問題もマン問題に対応しています。あ、はい、ご回答ありがとうございます。もう一つか二つか時間まで取り上げたいと思います。はい、ノイズをゼロにすることはそもそも可能なのでしょうか。かっこ、はい、ギンギンに冷やしてシールドする。はい、そうですね。なんかいろんな研究あって、そうですね、今年出た Google の研究でしたら、あ、すいません、飛ばしすぎた、ノイズをゼロにするためにはどうすればいいのかっていうと、実はもう今はこの量子ビットに対して直接操作してるんですけども、そうじゃなくて量子誤り訂正っていうのを、実装すれば、ノイズを減らすことができます。で、量子誤り訂正、古典の誤り訂正と、まあ、似たようなもんで、古典だったら、その冗長化して、まあ、一番説明しやすいやつだったら、例えば000、あ、0っていう情報を000に増やして並べといたら、例えば一つのビットが反転して010とかになったとしても、まあ、多数決を取れば元の状態は0だったよねっていう復元をするのが古典の誤り訂正、めっちゃ簡単な例です。で、量子誤り訂正もそんな感じで冗長化して、その量子誤り訂正っていうのができます。で、そのためにはやっぱり量子ビット数がよりたくさん必要になって、その量子ビット数の意味でのオーバーヘッドもあります。で、量子で最近の Google の研究では、その量子誤り訂正やったぞっていう、あの 5×5 みたいなその格子 のように並べた、やつで、量子誤り訂正やったぞみたいな研究があるんですけど、そこでは結局宇宙船の影響っていうのがあって、シールド頑張っても宇宙船の影響でやっぱりエラーが入るっていうこともなんか見られていましたね。という感じで、どんだけシールド頑張ってもエラー自体はなかなか、ゼロにはできないですけど、さらに量子誤り訂正を入れることによって、まあ、指数的にエラーを減らすことができます。ありがとうございます。次で最後の質問とさせていただきたいと思います。はい、量子コンピューターをアプリにはまだ利用できてないようですが、そうですね、アプリ利用のために障害となっているのは何でしょうか。はい、あります。アプリの利用としては、まあ、まず先ほど何度か言ったように、その誤り、エラーがあるという点ですね。計算結果でやっぱりその理想的な挙動を示さず、その0だったのが1になるみたいなのがちょこちょこあるせいで、計算結果が変わっちゃうというのがあります。で、それでさらに、量子ビット数も全然足りてません。10とか100、まあ、100あればなんかいろいろできるんですけど、まあ、数十ぐらいしかないデバイスだとやっぱりできることが限られていて、まあ、例えば20量子ビットのデバイスありますって言われても、20量子ビットぐらいだったら、まあ、この Mac でシミュレーションできるんですよ。じゃあ Mac でやればいいじゃんってなっちゃうわけで、量子コンピューター実機のアプリとすると、もうちょっとそのビット数がないとそもそも届かないところです。ただ、まあ、先ほども示したように IBM の、そうですね、100とか1000とかまで来たら割とできること増えてくるっていう感じで、いろいろ調べているっていうところです。
ありがとうございました。ありがとうございました。それではトーク終了させていただきます。他に追加で質問ある方や直接お話ししたい方は廊下やオープンスペースでお話しすることができますので、よろしくお願いいたします。それでは発表ありがとうございました。ありがとうございました。